元に戻るにはどのぐらいかかりそうですかね。いやもうすぐ戻りますよ、うん、食べないわけにいかないでしょ。だってあんたちもやっぱりうまいものはやっぱりみんな食べたいですからね。今朝ね、学校のこう門に入ってくるときに旗がかかってますね。掲げてあって、今日の旗はちょっと違ってたね。黒いね、黒いリボンがついてる。ああいうの、ああいうの、ああいうの、班長と、班長ね、先生、みんなで言ってみましょうか。3、はい、今度さ、昭和から平成って変わったでしょ、はい、それは知ってる。はい、うん、なんで変わったか知ってる。天皇陛下が死んだから。どうして変わったか知ってますか。わかんない。わかんない、うん、この平成ってどうですか。なんか昭和はね、よかったけど、なんか少し言いにくくなったような気がする。そう、うん、でもこれからずっと使うんだよ。うん、でも慣れてくと思うよ。あ、そう。うん。一応今日からね、平成元年ですね、株式市場も新しくスタートと。まあ相場そのものはそう大きくね、大きくその下げるとかそういうものはやっぱりないと思いますね。あっという間にですね、149円高くなってますね。そうですね、はい、これどういうことなんでしょうね。まあ、天皇の崩御ということもあるんですけれども、やはり企業の好業績とですね、まあ、それとあと昨年末から続いてました、まあ、金利の低下、それから金余り、まあ、こういったやはりそういうものの方をですね、いや取ってるんでしょうかね。はい、何にしようかということはもう半年前からずっと考えてたんですね。でたまたま、土曜日の日にですね、元号の発表があって、これだと。ここに皇位を継承するにあたり、最後に一枚選びますからね。選んでそこに入りますので、乗り降りと書くことをここで意識したのね。またつけてます。たくさん。どうですか、字としては書きいいですか。ちょっと中心は線が、真ん中こう平らのように真ん中にございませんので、なんか私は書きづらいんですけど、はい、形がひっくり返るんじゃないかなって感じがあるんですけど、子育てに追われまして、で、まあ、今年から心新たに始めようかなと思いまして、飛び込んできたらこんなことになってしまって、はい、平成という時代に、まあ、変わったわけですけれども、はいはい、何かこう気持ちの上で変化みたいなことありますか。今まで本当に子育てに追われてましたので、天皇陛下新しく変わられまして、いろいろ気持ちも新たに再度出発したいなと思いまして、いろいろ挑戦する年にしようと思ってますので、
せいえんか、あ、はい、リクルートの社員の方としてですね、はい、新しい時代どんな気持ちを迎えられますか。いやー、もう出直しですな、出直しです。この2日間、喪に服するといいますかね、いろいろ自粛というのがありましたけども、皆さんの仕事にもこう影響といいますか、ありましたか。ありました。それはやっぱりにぎやかな世界なんで、皆さん自粛していらっしゃれない方が多いんじゃないですか。だから普段はお正月はみんなかつら日本髪をして、白塗りして、裾の長いので着物引いてやってるんですけれども、先週1週間で、今週からはやっぱりこういうことで、普段の派手な格好は抑えるということで、全部、かつらも引き着も全部ダメということで。それいつ頃までですか。とりあえずは1週間っていうふうに聞いてるんですけども、その後も多分もう引かないと思います。